小川の病院ですね。東海がやっば。これ、ただの。すごい。新ネタの時期。本当はこっちから入り口なのかな。あ、こっちはいくらか残ってる。うわ、ここ入ったら急に反応した。やべえな、これ悪霊がいっぱいいるな、これ。何十度これ。
酔うなこれ。やべえな、ここ超いるよ、霊が。すっげえ、なんかおかしいもん、なんか様子が。どうやって来たか分かんないな、ちょっと。見てください、一本橋です。すげえな、心霊科学調査隊の人たち、こんなとこ撮影してたの。半端ないな、これ。足の踏み場がないって、これ。もはや倒壊しちゃってるな、これ。どこだ。あ、これか、鉄格子の部屋って。これ隔離病棟でしょ、ここ。こんな感じするね、これ。怖いね、これ。変な音する。やばいぞ。久々の心霊廃墟だからさ。やばいな、これ。
そらくこれ鉄格子の部屋ってこれのことかな。あんまよく覚えてねえんだよね。でもホルマリン漬けの部屋があるとかないとか見てください。この一本橋ですよ。ここももはや本ゲームですよね、まさに。隔離病棟いいじゃんこれ。こっちはいい。こっちも鉄格子の部屋だね。少しっていうかまあ木格子ね、鉄ではないけど。うわーコンクリートが抜けてるよもう。もう分かんないべ。もはやとりあえず一体の霊だけがずっといる、ま、いる。隔離部屋っておそらく怖いぞこれ。いやこれ以上進めねえや。割れる。これ隔離部屋っすね。
中東海ぶりだこれ。やばいっす、マジで本気でやべえ、ここそろそろ地元帰んねえとな、やべえな、ここまでだいたい高速使っても3時間はかかります、うちから。戻り方がよくわかんない。この一体だけの霊だけが現れてるの。います。戻り方が分かんないんだよね。変な声が聞こえた。うーって、うわ、今こっちになんか通った。うわ、霊体が通ったよ、こっちに。うわ、もう脱出しよう。やばいわ、これ。やばいな。どっちから来たっけ？迷うね、これで。うん、あ、こっちからも行けんじゃん。こっちからも行けんだね。いや、こんな感じです、マジで。いつ倒壊してもおかしくない。小川脳病院。全部回ったけど、なんかホルマリン漬けにしてた部屋ってのは分かんなかったな。怖えよこれ。
そろそろ脱出するか。どっから来たっけ。これはね、廃墟っていうよりももう朽ち果てたあれっすよ。もうさあ、これね、道がね、わかんないんだよね。こんな感じですね。よくネットで騒がれてた小川の病院、平屋の病院ですけど、まあここは来ることをお勧めしないですね。あんまり状態が良くない。さて、道が分かんないっていうね。迷うんだよね、ここね、うん、迷うと出てこれないってする話だよ、これ。こっちで OK だったっけ。いやー、これ夜来たらもうアウトじゃん。なんだこれ、どうなってんだ。いやー、怖かったっす。というわけで、今日の冒険はこれにて終了です。いやー、怖かったですね、これ。道が全くよくわからなかった。では、どうもご視聴ありがとうございます。しやす。